ははいこんにちは今回は、えー、SIGP230JPJP っていうのは日本警察っていう意味ですね仕様をご紹介します、えー、これは前回ですね、えー、ご紹介しました230の SL ですねこれと同じ時期ぐらいに購入したものですこちらの方が早いと思います パッケージはですねこんな感じのパッケージに入ってきていますこんな感じですねで見ていただきますとですねフルストロークと大きく書いてあってハードキックっていうことになってますねマニュアルはいつものようなもの がいいてきてきますでここにですね今度はあのまた例によって実銃うんちく入ってるんですけれども、えー、今回はですね好きな方はですねこの辺なめるように読んでいるんじゃないかななんて想像しています。 で、日本警察に、えー、採用されたのは、えー、公式には発表されてないらしいんですけれどもリリースされたのは、えー、90 1995年頃というのをウィキで調べましたで、これ脱車っていいのかなこんな感じですよねじゃじゃーんお照明が映っちゃいましたねちょっと待ってくださいねこんな感じにしようかなはいおろろプシュプシュ こんな感じですね。奈良県警に採用されている230の姿がこう映っているわけですね。で w i によりますとですねこれは自衛隊の220のライセンス生産つまり図面を提供され生産技術をアドバイスされて日本で作っているのではなくてですねシグ・アームズ社がですね自社で作っているのを日本は輸入していると。 いう,ふうに書かれておりますで、まあ、刻印はこんな感じですね裏はこんな感じですねであとですねここにどっちが老眼で見えないこうかなこんな感じでところにも刻印が入っていますマズルフェイスはこんな感じです で、これはのスライドストップがですね、えー、あの解除するレバーが外についてないんで、えー、空打ちするとホールドオープンしてしまうんで実はもう球が装填してありますで実写の具合を先に見ていただいてでその後ですね各部の細かいところ、えー、見ていきたいと思います例によって横に回ってじゃあいきますここか こ,こだなはいどうでしょうかでホールドオープンするわけですねホールドオープン姿こんな形になっていますいいですよねなかなかこのシルバーのバレルがぴょっと見えた漫画っていうのがねなかなかお茶目ですね でこ,でこれ外で解除できないんでマガジンを抜いてでスライドを引いて戻すと実際はマガジンをチェンジして新しいのを入れてから引けば落ちるあのスライドが閉鎖されるという形になっていますで今駆け足でパン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 打っちゃいましたけれども実際今回打ってみてですねちょっとなかなか意外な発見があったんですけれども これ5メートルから、えー、ウエスタン・アームズの0 2グラム0 2 5じゃありません0 2グラムで打ちましてでこの辺に狙ったのはですねここですねここを狙ってこんな感じですねこうこうこの最後の一発はこれちょっと失敗したのかもしれませんけどまあいい感じに黒丸の中に5メートルで集まりますとで以前ご紹介したですね この SL ちゃんはですねちょっと成績が悪くってですねこんな感じに散っちゃったんですねまあでもですねこれは多分私のうちの個体差か、あるいはこれのですねこいつのせいこれを取り付けたことによって何かが変わったのかなみたいな気もしないでもないですよねさて本題いきましょうセーフティーなんですよねでこれ特徴的なところでですね もともとの230ちょっとこちらシルバーなんでただ単純比較で申し訳ないんですけれどもはここについているこのマニュアルセーフティがないんですねあとこのランヤードリングもないですねこれは日本の警察が指定して付けさせた仕様だということになっておりますまあランヤードリングの場合は日本の警察官の場合はまあひ手こうね えー、体に結びつけますからこれは体に結びつけるわけじゃないですね、まあ、制服のどこかとかですね盗難、えー、事件終あったんでねあの今それがね取り,取りにくいようなものにしますとかなんかいろいろとやってらっしゃるみたいですけれどもねなんか本質からずれてるような気がして私はならないんですけれども、まあ、そういうものがつくここまでは自然ですねでただこのマニュアルセーフティっていうのはどうなんでしょうかねって気はしています。 でなぜならばですね、ここにあのデコッキングレバーがこうついているんで、ちゃんと見てくださいね、このデコッキングレバーでハンマー、パンと落ちるんですね。で、さらにこの状態でないと、こいつはセーフティーオンにならないんですね。で、解除する方法としてはですね、これをハンマーを手でコックすると、そうするともう解除されちゃうんですよ。ん っていう感じですよね。でフルコックの時にはこれセーフティーマニュアルセーフティーできないんですよね。この状態で初めて落ちますと落ちますよねセーフティーかかりますとでここではまあもちろん引けないんですけれどもじゃ弾こうと思ったら引けば打てちゃうと どうなんだろ何か,かちょっとわけのわからないこれ非常時にパパパなんて頭に、まあ、警察官の皆さんは非常に優秀だから入ってるんでしょうけどなんかこう人間の本能的なものとちょっと違うような気がするのは私だけかな <laughs> っていう気もしないでもないですけれどもね。でわざわざですねこう,こういう状態で持ってればですねこれ多分日本の警察の場合ですねスライド引いて薬室に実報をロー まあ装填した状態で持ち歩くとは考えられないんですよですからどっちにしたって打つ前に一回スライド引きますと言うんであればこのセーフティーっていらなくねえと何か私は思っちゃうんですよね。あるいはもっとシンプルにねもうとにかく下げたら、うん、動かない、まあ、球が出ないと上げれば球が出るみたいなシンプルな方がいいのかなと。 で、これはもしかしたらガスガンだけの特徴かもしれないんですけれども詳しい方はぜひ教えていただきたいんですけれども今このですねハーフコックの状態でセーフティーかけますとこれ指で解除するための方法としてはですねこいつをこっち側に押してパキッと開けてこう斜めに上がりましたねで解除すると解除できるんですよこれ何とこれは KSC さんだけの仕様かもしれないんですけど こんなね複雑な工程これはエアガンとしてのセーフティーなんでしょうけれどもこれもどうなのみたいな感じでねまあこの辺の変なところにバキってねあのセーフティーつけられちゃうよりは、まあ、はるかにマシなんですけれどもちょっと正直言って、まあ、分かりづらいなとで私も実はですね今回こうやって動画で紹介することにならなかったらですねこれ多分一生知らずに終わってたと思いますそのぐらいあんまり興味がなかった ただ知識としては日本警察使用ということでこのセーフティーとこのラインアドリングこの辺のところは日本がわざわざつけさせたよと。でうがった見方ですから警察関係者の方ももし見てたらですね後でお叱りのコメントいただければと思うんですけれどもこういうふうにわざわざ必要性をアピールしてですねこういう使用を決めてですねまあ結局単価上がるわけですよね。でなんかキックバックもらってるような役人がいるんじゃないのなんて思っちゃいけないですかね。 私、どこもね、その、日本のね、この役人っていうものに対してね、あのもちろん一生懸命やってる方いっぱいいらっしゃるのは知ってます。私も NPO なんかやってますんで、許認可得るときにね、まあ、県庁の方に足運んで、その当時 NPO の専門部隊なんかまだなかったんで、総務の人がね、一生懸命、ものすごい量のね、えー、申請の書類をね、もうタックペーパー、ばしばし貼り付けてね、一生懸命ね、分析してね、 えー、こちらに対してそのアドバイスをくれたりあるいはまそういう人たちが一生懸命いる一方ですねとんでもないところでですねなんだか知んないけど自分のね天下り先を作ることとかね自分のですね私腹を肥やすようなことばっかり考えてる人っていませんかっていうと、まあ、いますよね。昨今話題の感染症でね、えー、某遊戯場、まあ、パッと ね、ちんじゃらじゃらちんじゃらじゃらうるさいところですけれどもあそこに対してねもう国が二の足を踏む、えー、地方自治体が二の足を踏むのもですねだって天下り先ですもんねああいうものねそういうねやっぱり構造がね社会が高コストになっちゃうんですよねで日本の場合政治家も役人も特に財務省なんかなめてまして日本語しか喋れない日本の中でしか生きられない国民だと思って舐めてるんですねこれがですね 仮に日本がずっとこういう英語でねで、陸続きで、まあ、あちこちいいところがあればそっちに移住しようなんてことになったらね彼ら公務員のね、最大顧客であるね、国民どんどん逃げてきますよね、まあ、そういうことがないだろうと思ってるんですけれども大間違いでこれやがてですね国民がですね、まあ、情報化も進みますとそれと格差もどんどん生まれてきますと。 なってくるとですねやがてね日本から逃げ出出すす人ね私はいいいっぱててきてしままうと思いますそうするとせっかくの日本のね何千年も続いた文化私はあの縄文時代にも非常に興味ありますんで縄文の頃の研究をしているとですねもうほんと今の人類まあ日本人ですねそう懺悔しなきゃならないぐらいね、まあ、非常にきめの細かい文化がもうできてたんですね縄文時代にはね。でそれの 血を引くべき我々日本人その中で舵取りをする役目を担っているね役人連中がそんなもんでどうなんだとすいません全く癌と関係のないえ愚痴をこぼしてしてまいいいいままましたたたお叱りの方はコメント欄でいただきたいと思います、まあ立派な役人さんもいるかもしれませんけれども私あんまりお目にかかったことがないんで是非そういう人がいたらご紹介いただきたいなと思いますね。 まあ話を戻しますと例によってここにまあインジケーターもついているんですけれどもこれはダミーですよねでマズルはライフリングが切られたリアルなバレルがついています KSC さんはモデルガンもの出してますんでね感じですよねでグリップはですねせっかくの小型拳銃なのにあんまり握りよくないのは私の手ですせいでしょうね変にこんなものはいらないですよ もうなんか下手に親指の人の親指の位置をお前らが決めねえでくれって感じですね。こういうの私あんまり好きじゃないですね。これもっとすっきりした形のものが本当はいいかなと。で、マガジンのマガジンキャッチャーもここについているこの昔ながらのこの,のやり方ですんで。で、ASC さんお手の物の,の見てください。ちょっと待ってください。はい、このスチールの輝きですね。はい。いただきました。プレスですね。 はい、これね今日紹介する前に出したら結構もうやばくなってて慌てててオイル吹いて磨き上げましたであとはまあこれがスライドあのディスアッセンブリーレバーですねこれでまあ分解をしますとこれ可変ホップなんですけれどもホップは、えー、といつもの KSC さんのここからレンチじゃなくてですね分解してバレルの脇にあるレバーみたいなものを ちっちゃいレンチみたいなものでクリックリッとこう角度を変えるような形のものになっていますでダブルアクションシングルアクションともに少しですねこのぐらい遊びがありますどうでしょうこういうのこのぐらい遊び,は遊びがありますねで落ちるとダブルアクションの場合もこんだけのストロークありますから遊びはこのぐらい 遊びが、ね、少しあった方がやっぱりねポンとこう引きやすいものは事実ですよねスライドの動きはもちろんまあブローバックガスブローバックですからまあこ指先でキュンになって弾けるぐらいね昔のモデルやっぱモデルガンファンかすると物足りない、えー、ちょっとスプリングのテンションですねで、えー、このランヤードリングが結構こうマガジン入れる時にもちょっと邪魔になるよねと いうことで、まあ、あんまり正直言ってこの日本警察仕様っていうのが私自身はあんまり好みではないですね自由に選選べるんだったらノーマルの方を選ぶでしょうね、まあ、その辺ちょっとこの、えー、日,本人が日本の警察が独自につけさせたセーフティ機能が、えー、せっかくの230の魅力をスポイルしてしまってるなと思いながらもまあエアガンモデルガンコレクションとしてはですね、えー、楽しいものに。 感じている節操のない私でございますではまた